はい、皆さんこんにちは、渡辺久美です。では今回はハーツオブアイアンソレンゲンプレイもう一度やらせてください。もう数々の作戦を立てては失敗に終わってきたこの対ドイツ戦ワイブ独走戦ですが、今回もう本当にね、最後にしようと思ってるんですけど、愚直なまでにセオリー通りにプレイをしてみようと思います。まあ、ここまで何度もドイツに挑んで分かってきたことがあって、まずですね、このルーマニア戦線ですね。このルーマニア戦線に関しては唯一ドイツ軍が介入してこない。まあ、つまり、ソ連軍とルーマニア軍のガチンコ対決に持ち込める、そういう戦線なので、ここにですね、虎の子の戦車師団を配置しました。この戦車師団で、ルーマニアを撃破する。これをね、行っていきたいと思ってます。そしてですね、実は、中部戦線の一部がですね、山岳地帯になってるんですね。で、この山岳地帯には、山岳兵をかき集めて、山岳兵部隊で敵に挑むということを行ってます。で、もともと、リーガ近辺の北部戦線は有利に戦えているので、なんとかこの中央戦線ですね、ここを維持していきたいというふうに思ってます。ミンスク、キエフ、この2つの要衝、ここをなんとか守りきって活路を見出したいというふうに思ってます。で、続いて研究なんですけども、やっぱりね、歩兵装備、これ重要だなと思ってるので、オーバーテクノロジーになるんですが、1942年のものを今研究中です。研究終わり次第こちらに生産を切り替えていきます。そして支援装備なんですけども、工兵中隊を入れて防御力をプラスアルファしていこうというふうに思ってます。戦車はあんまり強力なものが用意できていないので、あくまでも、局所局所における一点突破と防衛、これに使っていきます。そして今回期待しているのがロケット砲ですね。支援砲としてロケット砲を配備していこうと思ってます。まだ生産が量産体制に入って間もないので、数が揃っていないというところあるので、これしっかり行っていきたいと思ってます。航空機に関しては近接航空支援機と戦闘機、これ1940年のものを用意して各軍にほぼ均等に配備しました。まあ、合計1500機前後の航空隊を配備したという状態です。ここまでやってダメだったら、ちょっと本当にね、最後のソ連軍プレイになってしまうかなと思うので、頑張っていきましょう。では時間を進めていきます。で、ちなみになんですけども、生産した兵器に関しては補充を優先度高に設定してあります。これで前線にどん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 最新鋭の武器を送っていくと、まあ、そういう腹積もりになっています。はい、ドイツ軍が我々に対して宣戦布告の自由獲得しています。まあ、いつも通りの流れですね。ただ今回は外交面も強化してまして、まずイギリスに駐在武官を送ってます。イギリスの動きが分かるようになってます。まあ、ただイギリスまだまだドイツに対して反抗作戦を行う様子全くないですね。アフリカの戦線を維持するのがまあ手一杯というところかと思います。あとアメリカに対しても積極的に支援のお願いをしてまして、まずレンドリースですね、要請してあります。これでちょっとでも遅れている武器の生産を取り返そうと、まあ、そういう作戦になっています。では開戦まで時間を進めます。はい、ドイツと開戦しました。では作戦通り進めていきましょう。まあ、なんとしても中央戦線を守りつつ、ルーマニアを撃破してドイツ軍の側面に回り込むっていうね、作戦行っていきたいと思います。早速ルーマニアと開戦してますね。いきなり不利な状態になってますが、なんとかここ打開していきましょう。真っ赤ですね、開戦直後が。
ちなみにですね、開戦直後の航空機の制空権の状況ですけども、一番重要視しているポーランド東部、まあ、いわゆる中央戦線ですね、ここが取られてますね。ただ余剰の航空戦力がないので、ここに戦闘機30機を派遣したところで知れてるんですよね。愚直なまでにセオリー通りに従ってプレーをしようとしているんですが、それでもやっぱりドイツ軍強いな。期待していたこのルーマニア戦線がうまくいってないですね。ルーマニア決して強くはないはずなんですけどね、数値を見ている限りでは戦えなくはないかなと思うんですが、それでもやっぱりちょっと歯が立ってないな。テコ入れします。第10軍16師団を投入します。戦車だけだとちょっとルーマニア撃は難しそうなので、まあ、早めに手遅れになる前にルーマニアの戦線に師団を追加で投入しましょう。どうだろう、これ見ると中部戦線、中央戦線も危ないですね。中央戦線にも第7軍19師団を投入します。まあ、ただ前線に軍を送れば送るほどですね、補給が厳しくなるので、まあ、必ずしもこの戦力の逐次投入がいいかというと、まあ、そこは思わないんですが、まあ、しょうがないですね。あと今回試してみたい作戦の一つがですね、空挺師団、パラシュート部隊ですね。これによりパラシュート攻撃を仕掛けて敵の背面を突くと、これをちょっと一度やってみます。でそのためにはここの制空権が欲しいので、ここの制空権を取りに行きましょう。制空権が取れなければ全く意味がないですからね。いや、ドイツ軍強いな。山岳兵はここで頑張ってますけど、中部戦線が崩壊すると山岳兵も一気に飲み込まれてしまうと思うので、この中央戦線維持できるかどうかですけど、もうミンスクまで迫られてますね。なんとか突破口を見出したいところなんですけどね。いつもは有利に戦っているこの北部戦線ですね、ここもリガまで一気に押し込まれそうですね。ミンスク近くまで敵に迫られてますね。まだ余剰の部隊はあるんですが、押し込まれすぎてもちょっときついっていうのと、期待していたルーマニアの戦線がうまくいってないので、ちょっとここ手動でいくつか操作加えていきましょう。ルーマニアの将校がいるところに対してどう攻撃しかけるかですけど、ここ少し敵消耗してますね。であればここを一気に飲み込みましょう。先にここを取ります。オデッサでなんとか捕らえてる間に、このティラスポリの戦線で有利に敵を撃破して回りたいと思います。まあ、あんまりこのルーマニア戦線ばっかりに注力してるとですね、中央戦線がいつの間にか、まあ、崩壊をしているということもあるので、そのあたりは十分に注意を払っていきましょう。いや、いつの間にかミンスクのだいぶ近くまで迫られてるのと、ここに突破されてる、ここに部隊が全くいなくなってるな。追加で送り込むしかないけど、どうだろうな。ちょっと迂闊でしたね。こういうことがね、やっぱ起きちゃうんですよね。ここ盛り返します。
北部戦線が本当に振るわないですね、今回はね。山岳兵も奮戦してくれてますよね、これ見るとね。そしたらここにいる敵7師団ですね、これ葬り去りましょう。3方向から攻撃をかけて、なんとかこれを葬り去ります。航空機の状況ですけども、まあ、かなり厳しい戦いになってますね。パラシュート部隊の効果は失敗ですね。パラシュート部隊が使えるような位置が全くなくなっているので、パラシュート部隊は普通の戦線へと合流してもらいましょう。もったいない使い方ではありますが、もうしょうがないですね。ミンスクが囲まれてますね、もうね。リガも取られてる。いつもよりも北部戦線がちょっと苦戦してるっていうのが、まあ誤算ではありますよね。ちょっと残念だな。ルーマニア戦線一進一退。ルーマニア鉄鋼団も想像してたよりかは強いですね。もうちょっと軟弱かなと思ったんですけど。さてルーマニア戦線ですが、思ったよりうまくいっていないので、まあもうこれも奇策にはなりますけども、5つの師団を引き抜いてルーマニア鉄鋼団の背後に強襲上陸、これ目論んでみます。ただ中央戦線がキエフまで押し込まれてますね。ミンスクも危ない。リガは陥落済み。あとはレニングラードまで一気に押し込まれる可能性ありますね。相当に強いな、やっぱり。さあ、師団を投入して、なんとか押し込まれてる戦線で維持を行っていきたいんですが、予備の師団がもうここにいる第12軍18師団だけになってしまったので、なかなかきつい戦いになってますね、ここまで。ルーマニア戦線の方は1歩前進、2歩前進と。いうところで少しマシになってるのかな。キエフ陥落ですね。ミンスクもちょっと危ない状態になってます。ついにここが突破されたか。うん、山岳師団と山岳師団と戦車師団がオデッサで孤立してしまったな。これ救援に行かないとまずいことになりますね。いやー、やられた。包囲殲滅しようと思ってたところが逆に包囲殲滅されましたね。いやー、強かったなー。もう見てることしかできないという悲しい状況ですね。今回の作戦の肝としていた山岳兵部隊と戦車部隊がルーマニアで壊滅。まあ、ご覧いただいている通り、今回はですね、逆に中央戦線が頑張ってくれましたね。まあ、その代わり期待していたルーマニア戦線、まあ、南部の戦線で作戦の肝となっていた山岳兵、そして戦車部隊、これが完全に壊滅するという、まあ、最悪の結果に、ね、なってしまいましたね。
あとまあちょっと誤算だったのが北部の戦線ですね。リーガ近辺で敵をいつも食い止めることができてたんですけども、今回はそれが全く機能せず、まあ、完全に崩壊してしまったので、まあ、そっちに気を取られていたという部分もあるとは思うんですけども、まあ、それにしてもちょっと不甲斐ない結果に終わってしまいました。このソ連軍編は39年スタート、何度も言うようですけど本当に難しいですね。あの取れる戦略の幅というのが、たった2年しか期間がないというのもあって、限られている分、まあ、柔軟性がなくですね、ドイツ軍の圧倒的な陸軍の突破力の前にご覧のような結果になるということが本当に多いです。はい、敵がモスクワまで迫ってきましたというところで、残っている戦力もありませんので、まあ、今回はじゃあこれで終わりにさせていただきたいと思います。皆さんからね、あのアドバイスとかいただいたら、またこのソ連軍編リベンジしていきたいなと思いますが、何かいいアイデア、いい作戦お持ちの方あれば、ぜひ動画のコメント欄もしくは僕のツイッターの方までお寄せいただければと思います。では今回はここまでにさせていただきます。